レネアドラーは、東ドイツライプツィ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはゴールキーパー。レネアドラーとの表記も見受けられる。2007年2月25日のシャルケレイ4戦でデビューした。それから間もなくハンスイエルクブットからポジションを奪い、ポルトガルの SL ベンフィ解析へと追いやった。2007から08シーズンは33試合。 2008から09シーズンは31試合に出場。正 GK の座を不動のものとした。しかし2010年4月に暴ら骨を骨折し、翌2011から12シーズンは開幕前に膝の負傷で離脱すると大役で獲得したベルントレノにポジションを奪われ、1試合も出場できないままシーズンを終了した。2012年7月1日に、 ハンブルガーエース V にフリーで移籍。契約は5年間。このシーズンは前年の長期離脱の影響を感じさせないパフォーマンスで評価を取り戻す。翌シーズンも守護神として負傷欠場を除きほとんどの試合に出場し、安定しない守備陣の中で古軍奮闘の活躍を見せると2010年以来遠ざかっていた代表にも再招集された。 2017年5月22日、契約満了のため退団することを自身の Facebook で発表した。2017年6月22日、1FSV マインツレー号へフリーで移籍。契約期間は2019年6月までの2年間。2019年5月1日、2018から19シーズン限りで現役引退することを発表した。2008年、 代表キャップ例ながら UEFA 欧州選手権にベテランのイエンス、レーマン、ロベルト・エンケと共にメンバー入りし、準優勝した。代表デビューは10月11日のロシア戦で、エンケが練習中に手首を骨折したために起用された。アドラーはこのチャンスを生かし、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれる活躍を見せた。エンケ復帰後はレギュラーから外されていたが、2009年9月9日の アゼルバイジャン戦から再びスタメンで起用されるようになり、10月10日のロシア戦ではビッグセーブを連発、政治 e としての信頼を高めた。11月10日にエンケが自殺で死去し、南アフリカ W 杯でも政治 e として出場することが期待されたが、2010年4月20日にトレーニング中に暴ら骨を骨折し、出場を辞退した。 それ以降は負傷の影響で召集から遠ざかっていたが、UEFA ユーロ2 0 1 2以降に、再び召集されるようになった。しかし、南アフリカ W 杯以降大きく評価を高めたノイアーの存在があり、出場機会はあまり得られていない。ありがとうございます。